イノシシの古,古墳は、広島県福山市鴨町下鴨にある古墳。広島県指定史跡に指定されている。エギ神社境内右奥に、イノシシの古,古墳墳丘。広島県東部、神戸平野の北の谷奥傾斜地の平野部を一望する位置に築造された古墳である。現在は、エギ神社境内に所在する。これまでに2014年度に発掘調査が実施されている。 噴球は著しく流出しているため、噴形は明らかでない。主体部の埋葬施設は、横口式せっかくで、南方向に開口する。副葬品の内容はつまびらかでない。このイノシシの古古墳は、古墳時代終末期の7世紀代の築造と推定される。本格的な横口式せっかくを使用する古墳は、機内地方以外では、 極めて珍しいが、ビンゴ地方では本古墳の他押し一号墳、ソネダ・白塚古墳が知られており、当地の豪族と機内地方との強い結びつきが示唆される。特に本古墳の場合には、機内の古墳にほぼ同形式の例が認められることから、機内からの直接的な影響が指摘される。古墳域は1950年に広島県指定史跡に指定されている。 主体部の埋葬施設としては、横口式石っが構築されており、南方向に開口する。石角の規模は次の通り。石角部は、花崗岩の霧石5枚を組み合わせて、奥壁、側壁2枚、天井石、床石とすることで構築される。また沿道部は、石角部より一回り大きい規模で、側壁1枚、天井石2枚によって構築され、沿道部の床面は、 せっかく部の床面から30センチメートルほど一段下げる。石材同士の感激には漆喰の使用も認められる。予告知識せっかくの様式は典型的なもので、機内の小瀬山323号分、平尾山102号分との類似が指摘される。ありがとうございます。